もう12時か、あと30分ぐらいで。あれよっさんとか閲覧485なんだけど。あれよっさん、ツイキャスで自称帝王が485ってどういうこと？まあ、これ結果は見えてたけどね。絶対ツイキャスじゃダメだよ。無理だよね。あ、おすすめ規制されてんのか。規制されてるな、これ多分。な、天皇は勝つとかなんとかっていうなんかテロップ出してたから、多分それで規制されたんだ。いや、あれはされるよな。あれはされるよ。でも逆を言えば、天皇は勝つなんて言ったら人集まるじゃん。うわ、こいつ何言ってんだとかって集まるやん。そんなことを使っても閲覧1000超えてなかったからね。そもそも。そんなね、人を炎上させて集めるようなことをやっても1000すら言ってなかった。まあ今規制されてるから400ってのもあるだろうけどさ、まあ、今500ぐらいか。まあ、よっさんも絶対無理。ツイキャスじゃ絶対やっていけない。よっさんみたいにいろんな人をディスる感じだったと、もうツイキャス厳しいから、速攻規制されるから、絶対やっていけないと思うよ。あとふわっちとかだとさ、なんかね、あれ閲覧もうほんとトップだとは思うけど、ツイキャスってマジでもっとすごいやつらいるからね。もっとすごいやつらいるじゃん。生放送界ですごいやつがいるじゃないですか、もっと。もう石川紀之とかさ、なんか、あと、なんだろう、藤沢さんとか、藤沢奈々さんとかね。あそこら辺のガチで、だってもう5000、6000が多分常時いる感じっしょ、あいつら。あそこら辺に比べたら、よっさんとかまだ全然下だろうからね。しかも、よっさんなんてもうなんか犯罪を犯してるから、なんかさ、犯罪とか迷惑行為とか多方向にいろんな人をディスってるから人来てるみたいなとこもあるのにさ、いやー、まあ、こうなるよな、そらな。いや、多分、よっさんレベルだったら、多分ね、本当にツイキャスで企画さえ連発すればね、多分抜けると思うんだよな、近いうち。コーラメントス、ちょっと番覚悟でやるかな、コーラメントス風呂。これこれさんも石川さんもよっさんと同じレベル、そんなわけないでしょ。その、今の3人で言ったら、これこれ、石川の隆起、よっさんって感じでしょ。ランキングで言ったら、ランキングっていうか、集客力で言ったら。まあ、これこれさんの場合はもう異次元だからね。YouTube でも成功してるから。生放送だけじゃなく YouTube でも成功してるっていうもう異次元のあれだからね。まあでもなんだかんだでもほら、これこれさんもさ、なんかよっさんでもないけど、なんかこう、人のなんかこう、暴露とかそんなんでのち上がった部分あるからね。で、そう考えたら、石川紀之って結構やっぱすごいのかもね。あの人なんか基本そういうのでのし上がらないっていうか、自分だけの企画でやって伸びてるから、そう考えたら、まあ他人の力を使うでもないけど、やっぱ石川紀之はすごいのかもしれない。生放送の中ではやっぱりどう考えてもね。あんまりそう人の暴露とかでのし上がってる。まあ昔なんかいろいろ嵐恋とかやってたから、まあイメージは相当悪いと思うけど、でもなんだかんだね、その他人の力を使わないで自分の企画だけでやってってるからね。生放送界ではやっぱ石川紀之がすごいね。
まあコリコリさんもすごいとは思うけど、まあなんだかんだね、他人のあれを使ってもあそこまで伸びるのはすごいとは思うけど、うん、あと YouTube で成功してるのはやっぱすごい。そこが本当にやっぱ生配信会で成功した人と YouTube でも成功してる人の違いだよね。そこがもう本当超えられない壁、絶対生放送だけで成功してる人には。うん、なんだかんだやっぱり動画合わせたら YouTube が最強サイトだからね。うん。慎吾大変だ。若に閲覧抜かされそう。あ、若ってあのふわっちのか。そういえばなんかツイキャスやってるらしいよね。あの人ってツイキャスだと閲覧あるんだ。なんか、ふわっちだと全然ないじゃん、閲覧。ツイキャスだと閲覧あるんだ。へぇー。わかんないもんだよね。なんかさ、ふわっちだと閲覧なくても、ツイキャスだと閲覧あるみたいな人いるし、逆にツイキャスだと閲覧のに、ふわっちだと閲覧ないみたいな人もいるしね。なんかわかんないもんだよね。うん。でもさ、ツイキャスで閲覧あるようなやつがさ、ニコニコとか来ても全然人来なかったりするしね、逆に。逆にっていうか。うん、そう。なんかほんと不思議なもんで。なんかそのついてきてくれるリスナーの数っていうのわざわざ別のサイトに行っても。っていうのはあるよね。リスナーが固定されてる。まあでもある意味一番愛されてるんだろうな、そういうやつがな。だってさ、わかるよ。俺もなんかさ、じゃあ例えばさ、なんだろう、誰か好きな配信者が、まあある程度好きな配信者がね、じゃあ例えばツイキャスで配信やってます。で、ツイキャス常に見てますみたいな。で、ニコニコ俺普段見ませんみたいな。で、その配信者がお前らニコニコに行くぞみたいな。俺ニコニコに行くから 見に来いよって言っても、なんかちょっと好きぐらいだとなんかわざわざ追っかけていかないもんね。でもめちゃめちゃ好きな配信者とかだと、お前らじゃあツイキャスね、じゃあその常に見ててめっちゃ俺が好きな配信者で、じゃあお前ら俺ニコニコ行くからこっついてこようって言って、めちゃめちゃ好きな配信者だとわざわざついていくもんね、多分ニコニコ行くっつっても。うん、だから本当に他のサイト行ってもちゃんと閲覧を引っ張ってこれるっていうのはもうガチなファンが多いんだろうね。うん、ガチなファンがまあ同じファンでもさ、やっぱレベルっていうかさ、そのあれがあるじゃん、そういうなんつうの、どれだけファンかみたいな、ファンドみたいなやつ。うん、ちょっとしたファンじゃわざわざいちいち、あ、別サイト行ってもいやいや、このサイト普段見ねえしみたいな、あ、こいついなくなってもまあなんか別に他のやつも楽しいやついるから別にここのサイト残って他のやつ見ようみたいな、それがなんか大したファンじゃないというかさ、もっと熱狂的なファンっていうの、それがどんだけいるかみたいなね。はい、あ、それはちょっと思うな。これこれさんとか、まあそうだね、だツイキャスで言ったらやっぱこれこれさんがいい例だよね。これこれさんなんて、だってニコニコでやってもツイキャスでやっても YouTube でやってもみんな人いるからな、どこでやってもな。だもう あの人はだからもうほんと熱狂的なファンがめちゃめちゃ抱えてんだよね。だもうほんと信者みたいな感じなんだろうけど、うん、これこれ信者みたいなのたくさん抱えてるから、うん、やっぱそこの違いだよな。よっさん、これからどれさんのところ、あ、そうなんだ。この時間からっすか何すんの、この時間から。めっちゃ深夜やん、12時って。うん、こんな夜中に何すんのだって。うん、どこもやってねえじゃん、なんか。いや、まあ、どこもってわけでもないけど。
参っちゃったね。コレコレがすごいのは10年前から分かってる。いやー、俺ももうちょいコレコレさんに媚びとくべきだったわ、本当に。マジで。これ何回も言うけど、俺ね、もう6年前ぐらいにコレコレさんから DM 来たんだからね、ツイッターで。で、もちろん、交互フォローしてる。相互フォローか。俺はコレコレさんのことツイッターでフォローしてるし、逆にコレコレさんからも俺のツイッターフォローされてるから。で、6年前ぐらいに、俺、コレコレさんから DM 来てるからね、ツイッターで。あの時、なんでもっと、媚びとかなかった。ここまで差がつくと思わなかった、正直。ここまで差がつくと思わなかった、マジ。あ、ともやくん。あ、どうもどうも。くそ、あん時もっと媚びとけばよかったな、マジで。もう今更いけねえもんな。ここまで差がついたらさ、売名みたいになっちゃうから今更いけねえもん。あん時だったらまだここまで差がついてなかったから、あ、これこれさんよかったら一緒になんかコラボしましょうよとか言えたのに、あん時だった。今もう言えねえわ、こんだけ差がついたらさ。なんであん時もって言っとかなかったんだってね。その話500回聞いた。あん時もっとなんか、もっと、あん時友達になっときゃよかったもん。あん時もっと友達になっときゃよかった。そしたらコレコレさんがヒカキンだったら俺マスオみたいにね、マスオみたい、コレコレさんがヒカキンだったら俺はマスオみたいなポジションでね、いけたのにマジで。これマスオはヒカキンの同級生だけどね。はあ。いけるわけない。いやでもさ、まあ、これこれさんレベルに集客力があれば、多分もうただ絡んでるだけで人来るだろ、マジで。これこれさんと絡んでるってだけで人来るようになるんじゃないの。あんだけ人いれば、とんでもない売名効果があるからね。まあ僕もちょっとね、生放送でお金稼いで、ちょっと YouTuber になるから、3年前ぐらいから言ってると思うけど。まあ今回は本気ですよ。今回は本気。毎回本気って言ってる気がするけど。今回はもうね、本当にお金貯めて一人暮らしして、ちょっと YouTuber になろうかなって。はい。ちょっとネクストステージに行かないと。ある程度金貯めないとで。てか部屋借りれんのかな、金あっても。ある程度の金があれば多分、だからお金を担保にして借りれたりするんじゃないのわかんないけど。借りれんのかな。お金さえあれば無職とかでもいけんのかな。まあ一応俺社長なんだけど、でも会社畳もうと思ってるしな、もう。無職でもいけるもんなのかね。お金さえなんか例えば1000万ぐらいあったりとかしたら。ウィークリーマンションとかだったらいけるだろうし、あとはなんだろう。無担保で買えるとこもあんのか、あんのかね。保証会社みたいなとこが。自立はしたいって、まあ、てか、その親がいといるとまともなね、配信できないからね、怒られるだけになっちゃうし。まあ、会社畳んだら難しそうだよね、若干ね。風俗向け物件とかなら保証人不要で入れる。へえ、そんなんあるんだ。そんなんあんだね。なんかね、俺ね、あと YouTuber の部屋みたいなとこがいいの。なんかね、YouTuber みたいな、ここ和室じゃん。和室じゃねえや。和式じゃん。洋室の部屋で、なんかこう、下、なんか床で、なんかこう、白い壁がバッてあってみたいな。なんかちょっと YouTuber っぽい、なんか洋式の部屋が良くて、動画撮るのになんか動画映えしそうな。そういうとこに住みたいんだよね。で、あと、あ、トイレと、お風呂は別。ユニット、あ、初見どうも。俺、ユニットバスが本当に生理的に無理だし、トイレと、風呂はね、完全に別で、床がもうパーってこう、なんかあって、洋室で、白い壁があってみたいな、ちょっと YouTuber っぽいみたいな。そういう部屋がいいんですよ。
そういう部屋がいい、で、部屋はね、できれば2つ欲しいな、1つの部屋がなんかそういうなんか動画とか配信に使う物置みたいな感じで使って、場所はね、都内に近いところがいいな。例えば埼玉の大宮とか、まあ別に埼玉じゃなくてもいいんだけど、なんか都内に近いな。都内だって入っちゃうと高くなっちゃうし、で、なんかね、都内寄りのなんか埼玉とかだとさ、なんか言うてもすぐある程度行けるし、都内も。で、家賃もある程度下がると思うし、新宿でいいとか、いや、新宿とかだと高いだろ、だって。Wi-Fi 環境。ああ、そうだ、そうだ、もちろんそうだね。Wi-Fi とかネットをつなげないと、それはちょっときつい。ただ、あまり自分の条件をさ、その、なんだ、自分の条件を優先しすぎちゃうと、やっぱ値段がどうしても跳ね上がるからね。本当に。でも家賃って痛いよな、本当にさ。今さ、実家だからさ、家賃なんてかかんないけど、だって家賃とかだって10万ぐらいかかるじゃん、多分。ある程度いいとこ住む、まあ、ある程度いいとこっていうか、だってもうさ、5万6万ぐらいの家賃だとそんないいとこ住めないでしょ、どう考えても。場所にもよるけど、やっぱある程度そこそこいいとこってなると、やっぱ10万ぐらい必要だもんね、月家賃。まあ、場所にもよるけどね。1ヶ月住むだけで10万って高えよな。住むだけで10万取られて、俺さ、そういう人ってどうやって暮らしてんのかなと思うんだよね。だってさ、普通に考えてさ、あれじゃない？その、普通の、だって一般のサラリーマンってさ、30万も取らないような人だっているわけじゃん、1ヶ月の給料さ。どうやって暮らしてんの？で、それで家賃で例えば10、あー、メイヨーさんからお茶枠、おま、あ、いつの間にかお茶枠タイムでしたね。おまいが、おまいが、おまいが、アラブの石油王、ウィドズ、あー、メイヨーさん、レッチャレプツ、お茶枠、100、アレちゃん、アレプツ、あー、またもらった、お茶枠、アレちゃん、レプツ、アレちゃん、レプツ、あ、ワン、あ、ツー、あ、スリー、あ、フォー、あ、ヨーレンちゃん、あー、おー、ちょい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 、メイヨーさんから、1、2、3、4、5、6、6レンちゃん、あ、100、おまいが、おまいが、おいが、アラブの、わーお石油王、ウィンドウズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソーシー、アラブの、アビル王、アビル王、おいが、おいが、アラブの、アセキュー、ウィンドウズ、ビル・ゲイツ、アソソック、ソーシー、ありがとうございます、皆さん、ありがとうございます、ありがとうございます。いやー、このミルモさんはね、ふわっちでやってた時に、なんか昔からのお前のリスナーだって言ってくれてね、大花火なんか10発投げてくれたんですよね。なんかフォロー、花火投げたらフォローしてくれるって言われて、いや全然もちろんいいですけどって言ったら、まあ花火1発しか来ないだろうなと思ったら、なんと大花火を10発くれたっていうね。まあ、ちなみに大花火っていうのは配信者に1万円くるんですね。10発投げられると。ちなみに買う側は2万なんですけどね、約。ありがとうございます。マジか。まあ、その後もね、なんか花火とかちょくちょくくれて、大花火をね。ありがとうございます。いや、ありがたい、本当に。本当ありがたいっす。いやー、まあ、ツイキャスでもらうとね、あとね、還元率が高いからいいよね。還元率が。7割もらえるから、これ、変な風に投げなければ。リスナーが変な風に、なんかその課金して有料ポイントが残ってる状態で、配信者に歓迎されないお茶爆50、100以外のものを投げなければ完全に7割もらえるからさ、できればツイキャスでもらった方がいいんだよね、ふわっちより。でもなかなかね、投げてくんないんだよ、ツイキャスだと。みんなふわっちだと結構投げてくれんだけどさ、ツイキャスだとあんま投げてくんないからさ、有料ポイントだけ投げて、ありがとうございます。
ありがとうございます、ミルモさん、ありがとうございます。そうだ、ミルモさん、そうだ、ツイキャスの方フォローしてなかった気がする。フォローしておきます。ありがとうございます。なんで投げられないか考えないわ。ああ、またね、運営だとかなんとか言うんでしょ。なんかふわっちの。出たー、まためんどくさいやつ。ひろゆきさんが日本は家賃が高すぎもったいないって言ってた。俺もそれ思う。俺もそれは思うよ。高いなって思う。あのね、だからね、何回も言ってるけど、ふわっちの方が投げられやすいんだよ。ツイキャスはだって最低でも課金が500円からじゃん。配信者の収益になるアイテムは。ふわっちは、本当に多分安いやつだと、多分100円以下とかから課金できるんじゃないの、あれ。バーガーとかだとさ。風船とかね。多分100円ぐらいとか、もっとそれ以下で多分課金できるから。だから投げやすいし、常にずっと投げれるからね。ツイキャスは30分間の間、後半の3分のみなんで、投げる時間もないし、プラス、フワッチでこうランキングを競ってあいつに負けるなみたいな感じで囲いが競争心社交心をもらえて投げるから、なんかやっぱ投げられやすい環境がめちゃめちゃ整ってるんだよね。プラスいつもあいつが1位になるんだっていうさ、予定調和を崩したいような金持ちの道楽でね、投げる人がそのランキングを競わせることによってやっぱなんか投げやすいじゃん。そのアピールできるから爆投げしてるよっていうの、ランキングがドカッと上がったら誰が投げたんだってみんな見に来るじゃん。でふわっちの狭い世界、みんななんかその狭い世界だから噂が広がるじゃないですか。あいつが投げ、どこどこの枠で誰が投げたみたいなどこの子の枠で誰が投げたみたいなのがすぐ噂で広がるから、やっぱ投げてる人が誰にどんだけ投げたアピールみたいなのが簡単にできるからね、ツイキャスより。だからやっぱ投げてる方もなんかこう噛まれたいみたいな人は気持ちいい場所になると思う、投げてね。だからやっぱりふわっちって投げられやすいね。だからふわっちはたくさん投げられやすいんだけど、やっぱツイキャスだとやっぱ投げてくる人が少ないよね。いろんな条件的になんか投げられにくいから、ふわっちに比べると。まあでもね、ふわっちはもうだから言ってしまえばもう本当にね、常にずっと言ってるけどさ、ランキング競わせて、ただなんか1位になりたいとかつってさ、まあ洗脳小食みたいなやつらばっかで、ただ常にアイテムありがとうって言ってるだけのありがとう配信になるけど、ツイキャスの場合はね、でも30分の後半3分しかないから投げる時間とかね、ただのなんかアイテムありがとう配信にならない、まあ、ちゃんとした配信サイトとして機能するのはツイキャスの方だとは思うけど、まあ100万回ぐらいやってますけどね、この話。ふふふ。はい。